はい、こんにちは。すくきわかめと申します。それでは生贄の夜ですね、続きをやっていきたいと思います。前回、このその後の方がとりあえずね、今出てるところまでは終わりまして、今回この物語の方ですね、ここでくきわかめの物語、インゲンの物語、あとキクラゲの物語最終話と、ありますんで、とりあえずねこのくきわかめの物語からやっていきたいと思います。はい、ここではない場所へ。福読み渓谷の家に訪れた若者たちの物語。その時は生贄の伝承など誰も信じていなかった。知っててきたってことなのかな、一応。どんな感じなんだろうな。はあ。キクラゲは探索に出かけ、残された3人はインゲンの到着を待っていた。キクラゲの父親が建てたというこの家で、5人は楽しい一夜を過ごすはずだったのだが。はあ。なあ、キクラゲからやばい話を聞いたんだけどさ。アスパラなんかゲームやってますね。怖がらせようとしても無駄だよ。私、階段には強いんだから、俺ダメなんだ。ところが、これはマジらしい。この家出るっていう話だ。やだね。な、暇だから肝試しでもしようぜ。茎わかめ2階まで行ってこいよ。なぜ俺なんでしょうか。嫌だよ。なんでわざわざ怖い思いを。おい、俺に逆らうのか。殴っちゃえ、殴っちゃえ、もう。わかったよ。行ってくればいいんだろ。え？ピンク、ピンク一緒に行きませんか。楽しもうよ、肝試し。こんな機会めったにないんだからさ。一緒に行こうよ。お前何ゲームやってんの？何のソフト？2階への階段は本棚の扉にある扉の先だ。それかな。なあ、ちょっとスコンブと2人にしてくれねえか。あ、そういうこと？わかったよ。じゃあ1人で行ってくるよ。あ、ウィーがありますね。ここですよね。あれ、俺これやったんじゃない？おお、もういきなりいるじゃん。仕方ないかじゃないよ。え、ん、これ明かりつけていっていいのかな。いたよね、いたよね今。あ、やばい、怖い。真相究明の方が怖くない？あ、やべ、ちょっと待って、センサー、おい、やめてくれ。で、2階に向かえって言ってたから階段で。なんだよ。え、あれただの影か。アスパラ、やべえ、今マジで幽霊の声が聞こえた気が。ごまかさずにちゃんと言ってこいよ。ビビって帰ってくるんじゃねえぞ。帰りたいんだけど。なんか今なかった？え、どこまで行けいいの俺。帰りたいっていうか終わりにしたいな、もう。髪の毛これ。まあただね、このゲーム呪音とかと違って懐中電灯切れるってことはないか。なんだよ、スコンブから電話だ。うん、また悪ふざけですね。戻った方がいいんだってこれ。でも行かないとアスパラに怒られるから。開くよ。え、やだ怖い。こっちだよ。どっち？え、どっちでしょう。びっくりした、なんか手がある。あ、こっち行けるっぽいけど、なんか女の子の。やべえ、ちょっと待って、これは本当に幽霊やばいね。え、こっちでいいのじゃん。お前これはビビるって。え、どこ行けいいの、どこ行けいいの。誰だよ。キクラゲ、やばいものを見た。親父から聞いた月読みの伝承は本当だった。
いいか、もしも幽霊を見たら絶対に近づくな。見つかったら必死で逃げるんだ。遅いんだよ、もう。いるやんけ、ここ。え？うん、ちょっと、ちょっと。え？さっきのここでいいのかな？どっち？開く？いなくなってるけどさ。え？あ、何やってんの君。入れて。え？お、いなくなっちゃった。またメール。逃げて、こっちだよ、ついてきて、早く行こう。とりあえずあの子信じていいんですよね。人形だよ。君信じていい？絶対許さないって、絶対許さないって言ってたよさっき。こっちだよ。来たよ。どっち？おい、そっち。え？やめてやめて、本当に怖いんだって。開けていい？お嬢ちゃん？え、怖え。え、お嬢ちゃん、上にいるんだけどさ。え、これ落ちてこない？落ちてくるよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、懐中電灯つかなくなっちゃった。暗いんだけどさ。どこ、どう、まっすぐ行っちゃっていいのこれ。少しうっすら見える。どうすりゃいいのこれ。これやった記憶ある。なんかすげえ真っ暗だった。え、え、来てる。立ったね。クララが立ったぞ。どうすりゃいいんですかね。あ、消えたな。え、そっちでいいの。助けて。なんか出口っぽいのある。あ、いたいた。いなくなんないで。なんでしょう。もう返さない。あ、もう絶対離れねえわ。あ、う、聞きましたね。で、え、あ、ちょっと待って、メールが。アスパラ、無事に逃げられたみたいだな。俺はもうダメだ。なんで俺ばっかり呪ってやる。なんでそうなんだよ。この上手なピアノはどっから聞こえてくる。ここ、ここでいいのかな。手、手がさ、うわびっくりした。まだ1話しかやってないんだけどさ。え、どこどこ、ん、あ、ピアノですね。なかなか上手じゃない。お嬢ちゃん、いなくなっちゃったよ。で、また電話、メール、あ、電話ですね。お願い、急いで帰ってきて、大変なことに。戻りたくない、もう。あ、ここではない場所へ。エンド終わりましたね。ああ、怖いんだってだから。あ、で、クチワカメの物語第2話が追加されましたね。1話クリアすると、次のやつがこう、解放されていく感じなのかな。OK! で、あればじゃあクチワカメの2行きますか。血の行方。霊体を目の当たりにし、伝承を信じ始めたクチワカメ。スコンブの電話を受け、リビングへ戻るのだが、戻るのまた？いや、家の中なのに怖い。あ、戻った。血の跡。うん、まだ新しいの。気づいたらアスパラもいなくて。でも一緒にいたんじゃ。あの悲鳴の電話、一体何が起こったの。私何をしてたかよく覚えてないの。なんでだ。ねえ、お願い、血の跡が何なのか確かめに行ってくれる。じゃなくて一緒に行こうよ、そこは。ねえ、なんで一人で行動させんの。クチワカメ、何をじっと見てるの。いや、スタイルいいなと思って。
じゃあ行ってきます。血の跡を追え。なんかさ、もう声が聞こえてんだって。あ、正面からは入れそうにない。え、こっち。とりあえず見てきたってことで戻れないかな。行ってきたよ。なんでだ。行きたくないんだけどな。こっちで、こっちでいいのかな。こっちで良さそうですね。怖いって。なんだよ。インゲン、みんな元気？私も電車に乗ったよ。もうすぐそっちに着けると思う。クキワカメと一緒に夜を過ごせるのがなんだかとっても楽しみなんだ。そうか、インゲン。なんだよ。あ、さっきのメール変な意味じゃないから。ほら、私実家暮らしだし、みんなと夜中までなかなか遊べないし、勘違いしないでね。インゲンもワカメのこと好きなんだな。え、なになになに。お嬢ちゃん、こっちでじゃあ合ってるってことかな。こっから入れと。鍵開いてなくていいよ。何この部屋。お札だらけ。俺この話やったっけ。何ですか。生贄封じのお札全部で3枚。絶対に剥がさないで。でも生贄封じって言ってるけど、いやだからなんで振り向いた。開かないんだ。やばい、開かないってことは、あ、なんか色違うお札があるから。生贄封じのお札って言ってるけど、これ剥がせってことですよね。剥がしちゃった。このお札一体何の意味が。どこにあんの。ある。色が違うから。あの扉のやつもそうじゃないですかね。こっちの方にはないのかな。ただ全部剥がした後怖いな。これもそうですよね。あと1枚。いずこ天井とかにない。なんかうるさい。どこにある？あった。これで3枚とりあえず。おお、びっくりした。とりあえずまたあの子についていけばいい感じなのかな。で、こんで家の中に入れましたね。内鍵、外せない？ダメなんだ。で、ここか。いやー、やだな。どこ行けばいいの。こんで血の跡を追うから、また2階はスルーでいいんですよね。前回来た時より明るいから。電話って玄関。電話どこにあったっけ。なんか遠ざかってる電話。ここだ。ちょっと待ってよ。こっち行っちゃっていいんかな。怖い。トイレ。トイレに続いてる。ってことはトイレを開けると、それでトイレが血だらけだったってこと。入んないとダメこれ。やっぱ上から滴ってますね。これは一体。仕方がないんだよな。振り返るのが本当に怖い。開いてるし今回。出ていい。もう血の跡は追った。血の跡は追った。どうすりゃいい？やめんだよ。キクラゲ、
生贄の霊について、お前も幽霊を見たか。霊は何らかの手段で封じられているらしく、まだ数は少ない。だが油断するな、いつ封印が解かれるかわからないからな。ごめん、俺多分封印解いた。え、ここ行っちゃっていいのかな。え、怖い。チェーンソーマンいいんじゃないの。え、いるね、いるね、あそこ。笑い声がする。あ、お嬢ちゃん、倒さないでいいって。いちいち、お前も何見てんだよ。すげえ笑い声。え、どこ行けばいいの、どこ行けばいいの。ほんで血の、血の跡、まだ血が池に、なんか埋まってんだけどさ。また落ちてくる。え、どこ行けばいいの。ほんでこれで、あの風呂場ですよね。はい、何の音これ。え、ダメだ、鍵がかかってる。血の跡はこっちに続いているのに。何の音。うわっ、びっくりした。え、どうすりゃいいの。え、他なんかあったっけ。あ、いなくなってる。ん、あ、これ鍵ですね。この鍵はもしかして、でも一体誰が何のために鍵を。これで、あそこ入れるんじゃない。行こう、もう。はい。オッケー、行けたけど。怖いなぁ、またここ。この中を、血が続いてる感じですよね。怖いな。覗き込んだらなんかいいんだろうな。なんか笑い声がさ。あ、なんかある。これは、これは一体誰の。拾えない、うん、そうだ、これやったな確か。血の行方エンドと。はあ、全然真相がわからないけど、とりあえず彼らの身に何があったのかが今、追体験してるってことですよね。で、第3話が追加されたと。なるほど。オッケー。で、あれば、とりあえず、また今回ね、2話、進めることができたんで、今回この辺にして、次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。